はい、どうも皆さん、こんにちは。鬼頭です。前回作り出したこの なんか、やけにモコモコしてる、俺のお家。今、屋根部分に取り掛かろうっていう感じで、さすがに2階建てにするほどは、方解石足りんしね。いやなんかもうセンスのなさがもうやばい。よいしょ。ちょっと足場は外に。2階建てっていうか、もう2階部分をこう、屋根裏っぽい感じにすっかな。とりあえず村人との取引も。もう石炭がね、全然足りんのよ。掘りに行く場所はもう全然あるんだけど。よし。人参、じゃがいも。村人にもお裾分け。お裾分けという名の取引。あ、じゃがいもがもう一スタックある。じゃがいもあるよ。腐った肉も、どっかに一人いるはずない。聖職者さんが一応こっちにもね、あそこにばっかり集まるから、一応こっち側にも置いたんだけど、職業代がこっちに固まってるからか。まあ、それも、その、ぼちぼちちょっと移動してやろう。俺はどっち行きたい？
いろいろギチギチだからな。とりあえず、アメジストで。アメジストは形変えれるん、変えれないんか。よし、これで。アメジストを一気に使うよ。ちょっとベッドを貸して。屋根をどんな感じにするか。でも無難にこう、軒を作って、これ、たくみちゃんとかに爆破されたら、なんか一気に粉々になりそうよね。崩壊石もアメジストも。めちゃくちゃ吹っ飛んでいきそう。いつも三角屋根にするけど、なんつうか、あの、台形っていうんか、あんな感じにしたいから、今回三角じゃなくてこう、ピラミッドを作ったような時の感じで。アメジスト足りん可能性とかってあるんだろうか？こんだけ集めといて。多分大丈夫だとは思うけどね。この置くときの音もいいね。いかにもすぐ粉々になりそうな音がしてる。崩壊石すぐ崩壊する。
メジストで何を作ったらなんだろう。いい感じになるんだろう。紫。ナス。まあでも、他に特に使い道もないもんな。あ、でもこのタイプの屋根にすると窓が作れない。俺の大好きな窓が。上はなんかこう平らな感じに、なんかてっぺんまでとんがってるのじゃなくて、上面だけとんがってる、平らにしようと思うんだけど、もう一段ぐらいあってもいいか。こんなもんか。うん、天井の高さはこんなもんかね。じゃあ、あとは。あ。あとはこれで塞いじゃっていいか。すげえ。意味わかんねえ。ちょっと明かりを置いていこう。
いやー、キラキラ。よいしょ。階段的なものを作る。いや、階段的なものっていうか、もっとこう、吹き抜けとも違う。この下が案外ちょっと窮屈な気がしてしまうので、別にそんなにスペースがいるわけでもないし、窓も穴開けよう。ここも、この柱、エメラルドじゃない、アメジストにしよう。なんか左右非対称なのが気になる。でも非対称じゃない方がね、なんかこう、おしゃれらしいけど、おしゃれなのかわからん。なんか、なんつうの。まあでも、豆腐ハウスを避けるには、非対称にするのが、よし。階段と、とりあえずこうかな。んで、上に上がる階段にするか、階段にするか、
しごもありかなっていう気はしたけど、こういう感じでいこう。よし。で、木材も欲しいな、さすがに。木材か。これの。こんなのもありな気がする。なんか色的に。まあ、わからんな、何がいいのか。もうなんか、白、ふわふわな白とキラキラな紫っていう時点で、どうしようもない気がする。階段も作ろう。ドアは、でも多く木材、多くが、ちょっと木材を、案外多くも植わってるね。ちょっと買った分はまた植えといてあげよう。
まあいいか、とりあえず。ドアが欲しい。ドア。いやー、マジ警官ぶち壊し。うん。こんなもんかな。あとガラスを。ガラス、砂があったっけ？砂がないな。ちょっとその辺で砂を。砂と、あと、ついでに粘土も欲しいな。アイテムがいっぱいすぎるな。その辺に、粘土ないか？粘土ないな。全然ないな。あれ？まあいいや。一旦とりあえず砂で。おう、たくみちゃんいたん。周りももうちょっとなんとかしたいな。めちゃくちゃ崖になっちゃってるからね。こことかまだベッド空いてるからな。プレゼント、あれ、プレゼント、あれ、いらない。なんでそんな裏に行くの？プレゼント。朝ごはんだよ。朝ごはんスルーされた。朝ごはんだよ。とりあえず今取ってきた砂を焼こう。あ、多分ぼちぼち。これも焼けてるでしょう。いっぱいなんだよな。ちょっとお肉屋さんとの取引を進めよう。
と。ここがいっぱいいっぱいないよな。ガラス。ガラスが足りない。いっぱいいっぱいだけど、家を作ってしまえば置き場所ができるからね。あ、にゃんこがようこそ。にゃんこそこふわふわ、ふわふわだけど、突き抜けることはできん。ライトが欲しいな。ライトっていうか、ランタン。ランタンは あれ、ランタンってどうだっけ。あ、こうよな。だからとりあえずむらの中も明るくするか。ちょっと多めに作っといて。とりあえずこんなもん。いや、普通に暗いよな。一応こんな感じで明るさを確保。
よいしょ。ランタンまみれにするのもっていう気はするけど、よし。あれ欲しいね。なんだっけ。チェーン。チェーンってどうやって作るっけ。ある程度下の方も照らさないとね。その向き、そんな向きになるの。よし。この角も一番角じゃなくて、重力どうなってんだよ。こんな感じにしよう。ちょっとこの辺暗いけどな。ちょっと邪魔くさいな。これはちょっと邪魔くさいわ。なんだかんだランタンまみれになる。よし。まあ、でもこん、おう、行商人さん、そんなとこ、こんなもんですかね。でも、とりあえずだけど。まだ、ちょっともうちょっといろいろ整える必要はあるけど。なんとなくの外観はこんな感じ。こんな感じってことにしよう。う笑っちゃうやん。キラッキラな、俺史上最高にキラッキラなお家ができましたね。というわけで相変わらず時間押しちゃいましたが、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。